速稼塾の久保です。今ね、なんか通販でこんなもんが届けられました。ペカペカのなんか板ですよ。これ何かと言いますとね、実はね、なんかよく掃除機で真空パックにするやつあるじゃないですか。あれで送ってきたんですよね。あのこう傘を増さないために、ちょっと切って空気を入れてみますよ。これはね、あの回答申し上げますと、これジャージなんですよ。ジャージのズボン、あ、空気が入るとみるみるもうシワシワがなくなりました。でもこの郵送方法いいですね。あのかさばらないから、あ、もうみるみる空気が入ってきて、普通の布ですよ。もうほらほらね、ジャージこれ履いてこれからフットワークとかシャドーボクシングの練習しようかと思います。合うかどうか分かりませんけどね。それじゃあ。